ピエールダキは日本のミュージシャン、タレント、俳優、声優、テクノバンド、電気グルーブのメンバー。身長179センチメートル。血液型 AB 型。2019年の1年間限定で電気グルーブの活動においての芸名をウルトラの滝に改名していた。静岡県静岡市青井区出身。高校時代までは 野球部の活動に日々打ち込む少年だった。甲子園に憧れたがかなわず、静岡県立静岡東高等学校3年だった1985年、入団テスト会場が甲子園という理由で、阪神タイガースの入団テストを受けたこともある。ある日、友人の友人として知り合った、石野卓球の部屋に応募した時、石野から、お前が好きそうな曲があるからと紹介され、 再生演奏を聴いたニューオーダーのブルーマンデーに衝撃を受ける。ちなみに石野との初対面の時、石野は赤いパンツ一丁で、よう、お前がたきての、と言ったという。高校卒業後に上京し、東洋公衆衛生学院の臨床検査技術学科に入学する。その後、石野が結成するバンド、人生に参加、主要メンバーとして活動。一時期、 かっこつけるから特ビにされたこともあったが、代わりに助走をした、タキレモンやバンドの追っかけとして参加している。1989年、人生解散後、映像制作会社に1年ほど就職し、更新バンドである、電気グルーブに参加する。2019年11月18日、電気グルーブの公式ホームページ上で、新マネジメント会社として、 マクトインクに移籍したことを発表した。人生時代には同じメンバーだった若王子ミミオットと悲しいというユニットを組んでいたこともある。また、大月賢治のユニットである漫画道のステージに一時的に参加したこともあった。1991年には滝正の名義で演歌人生をリリース。滝正のプロデューサーは犬で彼を引き連れ様々なプロモーションを行い、 朝日放送、おはよう朝日ですにも出演した。しかし、人生は、売れず、滝まは、当初の予定通り、犬に噛み殺されて、死亡ということになった。その他、2003年には、ピエール・ダキとベートーベンを結成している。旧知の中である、田中秀幸とのユニット、プリンストンガとして、VJ 活動を行っている。1995年にリリースした。 映像作品、メカノを田中と共同で制作。また、テレビ番組、フライヤー TV や、歌版の映像効果も担当していた。電気グルーブ結成前後まで、映像制作会社に勤めていた縁から、電気グルーブの映像に関してのイニシアティブは、基本的に滝が撮っている場合が多く、電気グルーブの楽曲、ボルキャニック・ダ・ランビッツや、ドリルキング・シャカ2001、石の卓球の楽曲、 ステレオナイツの PV の監督を務めたこともある。2002年には、剣道スターの監督を担当した。祖父はがかだが、滝本人に、絵心は、全くないとのこと。2001年には、学校へ行こう。の企画でゴータリもミニカレー、恋の 400M カレーのプロデュースを行った。また、細川文江足の原ともへ、パフィーに死を提供している。プライベートでは、 草野球チーム、ピエール学園を率いており、選手には、天久聖一やスチャダラパーの兄などが参加している。主に西寺ゴーフ都市やマキタスポーツ率いる野球チームと対戦を行っている。不祥事から1年後の2020年4月に YouTube、チャンネル、ピエールタキ球はレッキメンでシャンズを開設した。音楽活動以外に、タレント、俳優、声優、ナレーターとして、 テレビ番組、CM、映画、ゲームなどへ出演して一般にも知名度を上げる。2000年代以降は特に俳優として邦外の起用が目立ち、年3本ほど出演作が続く。87歳老教諭、中年サラリーマン役、妹思いの兄役、優しいお父さん役、頑固な職人役、冷徹な軍人役など、幅広い役柄をこなす。ベルギーの人形アニメ。 パニック・イン・ザ・ビレッジの日本語吹き替えを担当した際は、一人で45役を演じた。また、ある映画で、ハリウッド進出を果たすものの、出演シーンが、丸々カットされるという浮き目にあっている。凶悪と、くじけないで、の演技で、第38回放置映画賞助演団優勝を受賞し、そして父になると合わせての3作品では、第56回ブルーリボン賞助演団優勝を、 受賞するなど、2013年は演技での高評価が相次いだ。2015年の NHK のドラマ、64では、昭和な顔が決め手となり、主演を務めた。滝の演技は高評価され、同作は文化庁芸術祭大賞などを受賞した。2020年4月には YouTube にて、チャンネル、ピエール滝はレッキメンでシャンズを開設した。町の人から、 おすすめを尋ね、そのおすすめ通りに旅をする番組となっている。その他、プレイステーション用ゲームソフト、グルーブ地獄 V、ザラストガイ、プレイステーションポータブル用ゲームソフト、バイトヘル2000のプロデュース、漫画、虐殺、ハートフルカンパニー、樹海少年図1原作、中目黒に、静岡おでんの店、ホームランをオープンするなど、その活動の場は実に多岐にわたっている。 夏季の不祥事によって、俳優業については交番などが相次いだが、2021年春、竹中直人、山田孝幸、斉藤匠の3人が共同制作した映画、続起に出演し、俳優業を再開することが発表された。経緯2019年3月12日夜、コカインを使用したとして、厚生労働省関東、新月厚生局麻薬取締部に、 麻薬取締法違反容疑で逮捕された。報道によると、滝は、ストレス解消のために使ったと容疑を認めており、また、20代の頃から、コカインや大麻を使用していたとも述べた。4月2日、東京地検により、麻薬取締法違反の罪で起訴される。同日、所属事務所、ソニーミュージックアーティストとのマネジメント契約を解除された。同月3日、 弁護人が東京地裁に保釈を請求。翌4日、保釈が認められ、同日夜、交流先の警視庁湾岸警察署から保釈された。保釈保証金は400万円。6月5日、東京地裁で初公判が行われ、滝は起訴内容を認めた。検察側は懲役1年6ヶ月を求刑。弁護側は執行猶予付き判決を求めて、 即日決心した。6月18日の判決後半で、懲役1年6ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を受ける。影響ミュージシャンや俳優など多岐にわたり活躍していたことから、この逮捕は、各方面に影響を与えており、被害総額は30億円にも上るとされている。以下に、各番組等の対応を列挙する。ピエール書きのションナイ TV。 滝の冠番組だったが、3月15日に、打ち切りが発表された。伊田店、東京オリムピック話、黒坂新作役で出演していたが降板となり、3月16日、再放送分では出演シームをカットして対処。後に代役として、三宅博史上が起用され、過去の出演分も含めて、すべて再撮影が行われた。アマちゃん総集編。 三陸鉄通り圧線の開業を受けて3月17日に、前編、24日に、後編の再放送が、NHKBS プレミアムで予定されていたが、この内滝が出演する後編については放送中止となり、別番組に差し替えとなった。ールウェイズ続、三丁目の夕日、ールウェイズ三丁目の夕日64、それぞれ3月16日23日に、 NHKBS プレミアムで放送予定だったが中止、別番組へ差し替え。アウトレージ最終章、4月1日にテレビ東京での放送が予定されていたが、中止される。現場日と3月中の放送の休止を発表し、旅ずきんちゃん SP に差し替え。3月19日に番組打ち切りが発表された。アナと雪の女王、日本語吹き替え版に、 オラフ役で出演。続編の、アナと雪の女王2にも、続投予定だったが降板となった。公認キャストには、声優の竹内俊佑が起用され、過去の関連作品や、新作となる、2などは竹内が新規に吹き替えたものが使用される。イネムリイワネ、シシュド文録を演じていたが降板。滝の出演シーンは、奥田英二を代役に起用し再撮影された。 電気グルーブ30周年、ウルトラのツアー、3月15.16日に予定されていたゼップ東京公演が中止となった。アラバキロックフェスト、4月28日に電気グルーブとして出演が予定されていたが、キャンセル。その後、同日に石野卓球のソロでの出演が発表された。富士ロックフェスティバル、7月28日に電気グルーブとして出演が予定されていたが、 キャンセル。その後、同日に、石の卓球のソロでの出演が発表された。リクシル、滝の出演 CM を放送していたが、放映を中止した上でウェブなどからも削除。玉結び、毎週木曜日に、レギュラー出演していたが、降板。当面は対曜日の出演者が代理を務めるとし、実験直後の3月14日は、カンニング竹山が出演した。 8月8日からの公認は、ラグフェアの土屋レオ。ジャッジアイズ、死神の遺言、滝が出演者の一人だったが、3月13日以降、販売が、メーカー側より販売の自粛、公式サイトが公開停止。その後、田中美代を代役に立て、滝をモデルにしたキャラクターの 3D モデル、および音声を差し替えたものが発売。欧米版は6月25日。 日本向け新価学版は7月18日に発売された。世界の国境を歩いてみたら、滝がナレーションを担当していたが交番。3月18日放送分以降は、声優の田中秀幸がナレーションを担当。これ以外にも、NHK オンデマンドにおける過去出演作の配信停止、サントリーのウェブ動画削除、電気グルーブの CD 回収などの対応が取られた。 ただし、滝が出演していた映像作品のうち、映画、マージャン放浪記2020、宮本から君へ、引っ越し大名。ウェブドラマ、全田監督については、代役による取り直しなどを行わず予定通り公開されることになった。またその他にも、映画、ロマンスドールは、事件発覚後、制作委員会は、対応について、協議を重ねた上で、公開を希望する声を、 多数受けたことから、当初の公開予定時期から延期はしたものの、再撮影を行わず2020年1月に公開となった。事件の影響で、電気グルーヴの作品が回収となったことに対し、それに対しての反対署名6万4千人分の署名がソニーミュージックレーベルズに対して提出された。その後、2020年の6月に、電気グルーヴの楽曲配信が再開された。 人生在籍当時は、畳三郎と名乗っていた。人生時代にも面白いからとの理由で、滝三郎や、滝北京などに改名させられていた。電気グルーブへの参加と同時に、ピエール畳に改名し、ジョルジュ F ピエール三世を経て、現在のピエール滝へと変化。当時アメリカ人風の芸名が流行っていたので、フランス人風のピエールにしたとのこと。現在の芸名に改名したきっかけは、 レベッカのノッコと小暮武彦が1990年に結婚した際のスポーツ新聞の記事の見出しがノッコシェイク結婚という一見すると一体何なのかわからないものだったことから自分の畳という名前にも疑問を抱いたためその後はポンチョだけに解明すると宣言したり2007年11月に月末までの期限付きでピエルだけに解明すると ラジオで発言したりとたびたび自身の芸名で遊んでいる。2017年、石野がウルトラの滝に改名させる案を出し、2019年の1年間限定で電気グルーブの活動においてウルトラの滝に改名した。自身がパーソナリティを務めている、ラジオ番組玉結びでもウルトラの滝として出演していた。人生在籍当時より楽器の弾けないミュージシャンを公言しており、 公式プロフィール上の彼の担当パートは滝と表記されている。人生では殿様やドラえもんの衣装でステージに登場し踊りながら他メンバーとコーラスを担当。続けて、電気グルーブでも富士山やケンタウロスの着ぐるみを着てパフォーマンスを行っていた。電気グルーブがドイツでライブを行った際、ケンタウロス姿で踊る滝の姿が地元の新聞の一面を飾ったこともあった。 また、演奏と称して、麺菓子を作る、手作りピザを回す、ろくろを回して、陶芸作品を作る、ポップコーンを調理、生きた鳥を会場に話すなどの行為を行っていた。しかしながら、実際には作詞の多くを石野と共に手掛け、コンセプトの面ばかりでなく音楽面においても、非常に重要なポジションを担っている。サンプラー、シンセサイザーも所持しており、 楽曲制作の実績もある。実際、バンドがインストものに系統していた1993年、頃はライブでもローランド VP-330 が滝の前にセットされ演奏を行っている。また、ターンテーブル購入は医師のよりも早く、かつては DJ 活動も行っていた。現在過去、ありがとうございます。